まゆみの自由奔放日誌。皆さんこんにちは、 DMM パチタウンライター、改め DMM パチタウン専属スロット愛好家のまゆみです。まあ、まず最初に謝ることが一つ、今までですね、安易にライターと名乗っていて本当に申し訳ありませんでしたと、いろいろとね考える年末年始でございました。これからはDMM パチタウン専属のスロット愛好家、もう本当ただスロットが好きな、もうスロ嬢ということでやっていきたいと思いますので、また改めてよろしくお願いします。ということで、まゆみの自由奔放日誌、記念すべき第9回目、ありがとうございます。本日お邪魔してますのはミリオン和光10号店様です。こちら東武東上線副都心線和光市駅南口よりもう徒歩1分というか、もう目の前出たらすぐ緑の看板ミリオンと出ておりますので、皆様お近くに寄った際はぜひとも遊びに来てください。というわけでですね、今日ですよ、もう前回ね第8回目、見ていただいた方もいるかと思いますけども、もう大敗を喫しまして、もうね、ちょっと反省するべきところが多々あります。もう後半心折れて打ってたのでね、もうだいぶ無言だったりとか、本当になんかくじけて帰った記憶があるんですけどもね、まあそういう絵にならないように今回はまた頑張っていきたいなという気持ちで、朝一気合入りまくりでやってまいりました。とりあえずまだ寝台扱いでいいのかな、純寝台になっちゃうかな、秘宝殿伝説への道、こちらをちょっと狙い台に決めたいと思います。まあなんていうんですかね、設定判別もしやすいのかな、 しにくいのかな、よくわかんないんですけども、まあ、一応解析も調べてきてはいるので、その中でね判別しつつ、あとはプラスあれも多分引きでもなんとかなるかなって思う台なので、それも駆使しつつ大爆発を狙いたいかなという、まあ、作戦になってるのかどうかわからない根拠なんですけども、まあ、それが取れたらですけど、抽選もねありますからね、抽選の引き次第といいますか、で取れなかったら、まあ、無難っていうのかな、セオリー通りなのかわからないですけど、絆とかそういう台を見ていきたいなとは思ってはおります。まあこれからね、あともう数分後には始まるわけですけども、なんとかいい楽しめる動画、まあ、難しいんですけども頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様ご視聴ください。それでは行ってまいります。今日ね、一応ね狙い台は秘宝殿って思ってますけどもね、うまく解析が言えるかどうかだな、ね、あ、そうだ、これ3段階なんだよ、3段階、皆さん覚えてます？確か第3回かな、自由のドンドンドンみたいな。はい、おはようございます。はい、いけます。あ、すいません。あ、私が下手くそ。はい、いえ、トゥルトゥルトゥトゥーン。はい、了解しました。4番です。え、なんか数字で言うと4って数字どうなんだろうね。いや、私何のが良かったの。あ、そうだ、ここ一人ずつ入場だった。そんなこと言わないでよ。もうみんな惑わす、いろんな今日は朝から実は誘惑があります。はいはい、トゥルルン。あ、こっちに北斗がなったんだ。北斗の友がこちらに、前ハーデスとかだったんだよね。あとバジリスク絆も移動してます。あ、窓マギ、あ、北斗だった場所が秘宝殿になってる。とりあえずおとなしく角を取って吸い込まれるように、一応これは第一候補で取ります。やっぱりガチスロッターな方からの店内見た情報をいただけまして、まず北斗の友と北斗転生か、これだけが北斗揃いしてるらしいです。他ではもう7揃いの台がないらしいっていう
か、もしかしたら北斗、でもそんなことするかな。まずでも秘宝で見てダメそうだったら北斗を見に行こうかな。ちょっと窓曲げっていう作戦はやめよう。はい、秘宝伝伝説への道こちら取れました。はい、角を取ってね、後から様子見ようと思ってたんですけども、まあ満台ということで、とりあえずこれで行ってみたいと思います。お、これが噂のチャンスリプレイ、右上がりリプレイです。チャンスリプレイの15分の1だっけ、重複でチャンス目当選するの、あのミドルボーナスが当選するんでしたっけ。なんかちょこちょこ調べてはきてるんですけど、いざ台を目の前にすると結構飛んでいっちゃう。あ、今回当選はせずでした。チェリーだと17分の1かな、重複当選。わお、お隣さんが早速無限高確率を引いてる。無限、あの ART 確定おめでとう。刺さってよ刺さっておくれよ。お、ちょっとざわざわ。あ、これは刺さったかもしれない。あ、来ました、チャンス目110ゲーム。あのチャンリプからですね。さて、これがどこに行くか。うん、ドラゴン以上がいいな。てい、あ、追っかけタイム、これ一番期待で低いやつです。 20% でしたっけ。もちろんあのステージアップするごとにいいんですけども。で、これあのミニボーナス扱いなんですよね。で、これあのあれです、5択11枚ベルのチャンスで、正解すれば絶対ステージが1個上がる。どういこう、5択だもんね。はい、あ、この時点でもう外れましたね。ベルがここに来るはずなので残念。あ、もうお化けちゃん出てきたらちょっと危ない。あ、チェリーだったらいい。あとこれ11枚ベルト重複してシングルボーナスが揃っちゃうんですよね。その場合あのミドルボーナス状態が抜けて RT 状態になるのかな。この5択ってすごい難しくない。あ、危険とこの場合は、まあ、5択11枚ベルか20分の1の共通ベルかか、その転落のけど、ここなんか押せっていうのを押したらここに出るんだよね確かね。あ、出ない、イナって出るんだよね、転落してなければ。出てないんで、ちょっとこれはシングルボーナスの可能性が高いです。まあ、そうじゃなくても、はい、もうリプレイ揃い出したんでミニボーナスの状態は落ちておりますね。あー、
何弾かなきゃいいんだっけ。あ、そうだ、ゴタクベルの押し順不成立でこの RT 状態も終了するんで、それを回避し続けたらこの RT 状態は続くっていう、またちょっと特殊な感じなんですけども。あ、出てきちゃったお化け、この時だよね。あ、残念、終わりました。難しいよ。チャンスリプレイは本当結構弾ける。あ、当選しました。早い。24ゲーム、チャンリプから、はい、チャンスリプレイから重複当選、またおかけです。こればっかりだったらなんか死ねる気がする。やった、正解。もう輝きのカエルまで行けば ART は確定するんでね。もうレア役とかいっぱい引きたい。あ、ハサミ打ちすればよかった。あ、モードアップ、まだいる。あ、まだいる、まだいる。いなってなった。そう、このボタンはね、どのタイミングで押してもいいので、毎回押すもあり、危険そうだなって時だけに押すのもありだと思うんですけど、これはいけたんじゃないでしょうか。ダメ。あ、やばい。あ、今の手も転落引いたかもしれない。上手。もうきっとね、転落はしてるんですよ。うまい。もうお化け出てこないでよ。うまい。ちょっともうやめてください本当に。あ、ラッキーラッキー。あ、これだね。これシンってシングルってこと。シングル、これをびっくりマーク出たときは第一停止黒バーを狙ってくださいと。赤7ブランクブランク図柄で RT 状態起こってしまうんで、これ ART 中も一緒なんですけど、結構大損害になっちゃうんで気をつけてください。もし第一リール失敗した場合、中リールにピラミッド図柄を押せばまたそれも回避できます。で、第三停止は赤7を狙っていただけたらそれも回避できるんで、ぜひともそうするようにしてください。おっ、わー、いけた、いけた。ちょっとね、運が味方してくれました。もうこれで輝きの回路は達成、いけたんで ART 確定です。こういうヒットなんかうまくいく気がする。なんかゴタクベル上手。ここでね、お、あ、出た。なんだろう。あ、当たりだ。またここでね、チャンス目が引けたりすると ART 準備中にいてくれるんじゃなかったかな。でも、よかった、当たりました。2回目のチャンスリプレイ、もうほんと自力解除です。してたらここ準備中に変わって、そこで上乗せのチャンスだったりしたんですけども、今回は直で入ってしまったので準備中挟まずに始まります。この ART だけじゃ体感的にはあんま2枚もあるとは思えないんですよね。やっぱりチャンス目引いた、また ART の中のミニボーナス、これ含めた順増だと思うんで。あ、今強い演出出たけど。お、チャンス、しかも逆向き。チャンス目引いた。有言実行。ああ、
ちょっと低いやつ、平均70ゲームだったかな、レア役で上乗せ。でもこれもさっき言った通りミニボーナス扱いだから、チェリーが12分の1の確率になっていると。お、早速引きました。お、100ゲームでかい。あ、早速終わってしまったよ。100ゲームです。あ、継続はなし。早い早いよ、もうちょっとドキドキさせて。お姿、あ、もうまた引いた。すごく上手じゃないですか。お願い、ピラミッドパワーが引きたい。スプラッシュ、この押し準備で出てる限りはきっと大丈夫。これが現実です。でもこのね、黒びっくりマークがね、お、これもお化けじゃなくて、なんだっけ、スフィンクスみたいなやつだったらいいんですよね。お化けだけど、光景が続く。あ、あ、来てた出た、言ってたら、これは暑い、暑いはず。もう一回来るでしょ。来ない。あ、出た。この子のなんかこういう、あれ、これはいい方じゃない、なんか。この子の格好も入りました。あのキャラでもいろいろとなんかチャンスしさみたいなのがあったと思うんですけども、まだ大丈夫、まだ大丈夫。24ゲーム完走を目指しましょう。こうなったら、チェリーさえ引ければね。チェリーかチャンス目、引きやすくなってるはず。おう、あ、継続した。もう緊張する。早速いけるのか、伝説チャレンジ。レア役を引けないけど、もう5ゲームからここに、あ、表示された。あと5ゲーム。おい、継続ない、ない。あと5ゲームだったのに。もっと前半良かったのに。まあ、とある事故のためね、387枚で終わるだよね。よくない、よくない。
あ、そうだった、終了画面で、あ、出た、これ普通、これなんか初代秘宝とあと女神の画面が出れば、高設定示唆らしいんですけどね。あとなんだっけ、シャーリーだったらまた上の可能性があったりとか、キャラによって期待度が違うんですけども、まあ、この子は一番別に何も示唆もないやつ。はい、いなかった。で、ART 終了後は輝きの回路からスタートします。で、ここでまたね、チャンス名聞ければ、ここでのチャンス目はのミニボーナスは高確率以上という。じゃあこのまま追い詰めましょう。お風呂開けますね。お、ちょっと強いかな。お、じゃあこのまま追い詰めましょう。なんかいいとこで引くね。どうなんだろう。この子もゆらーりだっけ、ゆらーり、ゆるーり大きければよろしいとかあるんですが、どうしました。お、引けた引けた、7回打てたら引けましたよ。なんかチェリーとかチャンスリプレイ引いたんで、でも最後のチェリーかな。6ゲーム、はい、高確率、期待度は 60% です。これマイレバー抽選なのかな。で、これもミニボーナスと一緒なんで、まあ、10ゲームは継続するんですけども、もしシングルボーナスを引いてなくて落ちてなければ、またプラス10ゲーム継続っていう形になりますね。無限だったら嬉しいですけど、はい、無限じゃない。30%、宝石を、宝石を、あ、ドクロ、もう怖いな、なんかもう落ちてる気がするもん、最初のあれで落ちてました。ここで頑張りたい。うん、20%弱い。もうチャンス目でも引こうもんならいいんですけど。何でしょうか。秘宝ラッシュ。残念。残念。60%当てられないか。当たりそうじゃない。あ、お、これはチャンス目でしょう。秘宝チャンス、しかもグレーンからだったんで、ドラゴンバトル以上177ゲーム、でもできれば高確率がいいな。はい、ドラゴンバトルでした。早くも、あ、ちょっとチャンス、もう攻撃食らってる状態で始まってくれました。え、よしよし、お、一気にめっちゃ減ったんだけど、あと一撃、ちょっと現れないで。あ、危ない。よしよしよし、頑張れ、バカ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 、いや引かんない、いや落ちてる。もうこうなったらレア役を自力で引っ張ってくるしかない。ここまで来たら当てたんよね。わあ、焦る。こういうチャンスの時に限って、よし、なんか引け、
しよし、なんか行け、なんか行け、行かない。あ、曲変化しました。これは安心して大丈夫なやつ。無表。しかもこれはチャンス面。ギターのさっきのチャンスリプレイが重複してくれたんでしょうね。ということは、まず ART をいただきまして、はい、準備中からスタートです。ベルレも上乗せしてくれるんでね。よし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 、オーノー。ここでも24ゲーム完走したかったけども、70ゲームスタートで秘宝ラッシュスタートいたしますです。はい、何もなし。70ゲーム112枚順増届かず、このまま頑張りましょう。うん、高確率に来た。引き戻し期待度 70%、 ここでもしも引き戻すことができましたれば、高確率が何て言うんですかね、次も続く、なんか昔の伝説ロングの代わりみたいな感じでしょうかね。これ頑張りたい。 70% だよ。 70%嫌な予感。今の 70% だよ。なんかもうちょっと早く来てほしかったな。ほい、これは当選したんじゃない？
来た来た来ました来ました。10ゲーム以内は0ゲーム表示なんでしょう。とりあえず高確率引けたんで次は 60% になりますけども、無限無限ではない。これは引きたい。うわーこれ危な。あはー、やらかしたよ。まだ秘宝ラッシュって言ってくれなかったよ。終了後10ゲーム以内なのでデータ引き継ぎます。でもさっきの高確率はもう終わってるんで、さっきのクレア高確率はそこにはね入る保証はないのがちょっと残念なんですけども、ダメだね残念。170ゲーム329万位。次の冒険に出発だ。おう一緒。うん残念。わーい、私が引いたわけじゃないけど揃えさせてくれるってかっこいいな。伸びますように。だからもうだいぶ箱積んでらっしゃるもん。ゴッド2回目だって。ゴッド2回目おめでとう。引き継ぎおめでとう頑張って。割と頑張った方だと思うよ。引いてもう天井行く。おお輝きの回廊にいた。いいとこ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 。もうやっと高確率引けましたよ。12ゲーム。これ引くの早くないかい。シングルボーナス行くの早くないかい。もう本当にチューン
紛らわしいことやめてもらっていいですかね。直で秘宝ラッシュ、6たす3追加投資が9本、トータル投資が13本。50ゲーム49枚、順当1枚もありません。このまま頑張りましょう。頑張れない。あ、効果がいかない。でもちょっとね、窓曲げのデータ見たい。このね、角台ね、回されてないけどね、これもここが謎だよな。前日の闇数が出てないからさ、このデータランプだと。でも最後天国か、北斗も見よう。北斗、北斗はでもどうデータをどう見ていいかわからん。でも北斗が窓曲げなんだよな。なんであの1台だけ空いてる絆が気になる。1回3回ってことだよね。最大ハマり3回のあとは1回で入ってるってことでしょ。これで言うとよくない。で、あまり絆詳しくない私が言うのもなんだけど。はい、それではバジリスク絆移動しました。なんか苦手機種ですけども打っていきます。あ、やっといた屋敷。もう行かないかと思っちゃったよ。でもここで巻物、赤文字だ。なんだい。弱地で赤文字使うなよ。いや、もう何でもいい、なんか引け。うん、上手。あ、何連打します。よし、これはうまい。255ゲームとりあえず7本。ですか。青一色イランチリア。惜しいね。残念。喋らってない。7が良かった。赤文字か花火来い。
赤いの来た来た、カゴで早かった、45ゲームよしよし、ようやったか、ランプ青てい、天人巻物引けないし、青文字だし、次なら次、やめようかなダメ、やっぱ紅白に上がらない、いい台でベル引いても上がるもんね、やめる、めっちゃ打ち散らかしてる、あ、しまったしまった、こっちね、こっち、あれ、ジャギに行った、じゃあよし中地引こう、ここで追加投資あと3枚でよかったのに、行くぜ、
言ってたらラオウ。あ、でもセリフがある。お願い、パンチで。北斗七星はない。パンチ、キック、ケンちゃん避けて、うん、避けない。雲止まってる。はあ、とりあえずバトル2セット、212枚ゲット。ケン言わない。なんか北斗がさ盛り上がりだしてるけどね。北斗設定入ってんじゃないかな。127番台でしょ。もうずっと出っ放しなんだけどさ、ここに別積みまでしてあるの。何枚出てるか見に行こう。お、4600枚出てる。 C 残り210ゲームと110だから320ゲームしかも全部ついてるじゃん。いいな、いいな。これ続けば熱いよね。あれ？なんか引いたかね。あ、凱旋も2台並んで箱積んでらっしゃる。じゃあ、あの地下から行こうかね。148分の1か。133分の1だって。まあ、完全なるビッグビッグ引きです。でも素晴らしい。え、なんでこんないきなりジャグラーコーナーが地下でひっそりと盛り上がってるんだろうか。エヴァンゲリオン設定4が確定したそうです。設定4でもすごいな。よし、次は2階ですよ。ゴスロです、ゴスロ。うーん、私の好きな煩悩ブレーカー全がゴスロに。あ、心が痛い。リアン、ラブジョーが出してますがな、ゴスロだけど。ラブジョー、私も今更だけど打ってみたいんだよね。エヴァンゲリオン頑張ってるよ。あ、すごいグラフだね。しかも、あ、いい絵をありがとうございます。ボーナス確定。あ、目押しミス。気持ちわかる、大丈夫。これはいい。あー、これ打ったことない。わ、花火熱いのか。そう、私もちょっとあれだよ、目押しレベルさえ自信が持てれば打っちゃうんだからね。花火も自粛してるだけなんだからね。キャッカー、何サムライガールズ、ちょっとエロいアニメだよね。そう、なんだろうか本当に。もうなんかね、投資もまだしたらあれですけど、28本でしたっけ。で、あ、やべ。やべとか言っちゃった。え、何今のドラム缶。まあ、そうそう、ね、日本でも朝悪
悪くなかったにせよやっぱ引けなかったのも事実、移動した絆引けなかったのも事実、そしてこの北斗、まあ、引いたのに変わらず伸びなかったのも事実なんですが、あ、また今ピカって、これなんだろう、おなんだこれあ、でもこれ追加で当たったってこと、だからなんかこれから仕切り直してよしやるぞって話してる時に起こる演出は私泣かせなんですこれなんかさ、北斗ドロイドとかがいいんですけども、青だ青、奇跡が起きてほしいな、起きないよな、まさかのここで単発、129枚、あ、流れ良かったはずなのに。次戦終了です、お疲れ様でした。はい、見ての通りの結果です、本当に申し訳ありません、まあ、振り返ってみましょうかね。朝一は、はい、あの狙い通り二宝殿を取りまして、朝ね、あの当たりは早かったんですよね、なん4K だったっけ、 4K だったかな、でなんか500枚ぐらいいろいろ特化ゾーン引いたりとかしてね、朝だけは本当に良かったんですよね。このまま調子乗ってわーっていっちゃうかなとか思いきや、あれですね、最大にして最悪なミスをしましたね、とうとうやるんじゃなかろうかってちょっと不安であったんですけども、まあ、よそ見をしていたら案の定、本当に気をつけてくださいと言わなきゃいけない、あのあれびっくりマークだったのかな、まあ、それすら私本当画面見てなくて押し順ミスなのか、後からそれはね、あの動画見て編集の方にチェックしてもらうんですけども、はい、秘宝でなんと ART RT 状態を転落という、本当最悪なるミスをいたしましたね、本当にね、まあ、それでもあのまた次初当たり引けて500枚ちょっとかな、でそれがまた飲まれて、でね、あの辛い秘宝殿、朝はすごい素敵な秘宝殿、自分で辛くしました、流れをあそこ断ち切ってしまったのは私かもしれません、あの秘宝殿そのまま13本投資、そこから移動です、なんと私苦手だと言っていた絆に移動しました、あのグラフ的にはね、あの 1回1回3回みたいな、あの DT のあたりが良さげだなと思う絆に座ったんですけども、案の定当たりなし、11K BC が2回引いたかな、123、あ、 BC2 回引いてやっぱ無理だったことで終わりまして、で最後、まあ、投資もちょっと抑えつつ、なおかつちょっとね、あの稼げる可能性のある北斗ともに移動して、これも当たりは早かったんです、本当全てにおいて、まあ、絆はちょっと置いといて当たりは早かったんですけども、やっぱ伸ばせない、今日はその一日でしたね、あの最後のねスイカのね取りこぼしもね、本当私はダメなやつです、本当にダメな人間なんです、すいません、
しかもまさかのドラム缶のあのスイカ、取りこぼしたスイカで当たるっていう、もうすごい意地悪ですよ、北斗も。いつも当たんないくせに。で、北斗、3回弾けたんですけど、全部青オーラ。2連2連、最後単発。北斗とも12本。まるまるすべてストレートでやられました。投資1800枚回収。0枚。マイナス1800枚。また中の人に怒られて、すみません。でもこういうゲームはね、楽しんだつもりですよ。ちょっとね、前回よりもね、負けて楽しむっていうのもどうかなとは思うんですけど、でも最初の秘宝伝も何でしょうね、設定推測の部分ではやっぱ朝の段階では上の数値を出していたし、ただ引けなかった、まあ、絆は置いときましょう。北斗とももね、割と上挙動あったんじゃないかな。なんかね、やたらとね、全然スイカとか引いてないけどジャギ行ったりとか、あともうあの最後のね、あれ多分弱スイカじゃないのかな、もう強スイカかな、わかんないけどね、でスイカからの直撃もありっていう、ちょっと不思議な現象がね、まあ、不思議でもなんでもないのかもしれませんけど、ってことで私の中では高設定を打っ、高設定かな、4以上あるかなっていう台を打った結果の負けってことで、絆を置いといて。しつこいって、まあ、負けなので、まあまあ、まあ引き負けというか、まあ、納得のいく負けだったかなと。最後もう一回粘りたかったんですけどね、もうこれ以上は無理だということで、もう諦めました。本当なんかね、目押しの部分は本当、目押しというか本当、秘宝伝のね ART のね、あの失態だけは本当に謝ります。本当すいませんでした。もうこれ以上攻めないでください。もうこれもう反省を生かしてね、次はもう本当気をつけよう、よそ見しないとか、もう打ちながら他のことしないとかね、本当皆さんも、ね、これを機に本当ぜひ気をつけてください。私が言うことではないのかな。というわけでまだまだ次回も続きます。こんな番組ですけども、夢の自由奔放にしね、また来月もありますのでね、ぜひともお楽しみにしていていただけたら幸いでございます。というわけで今回もまた負けてしまいましたけど、次回も楽しくスロットと向き合っていきたいと思います。どうも DMM パチタウン専属スロット愛好家なゆみでした。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。